立浪監督のこれまでの発言から開幕一軍を勝ち取る野手のメンバーがかなり見えてきたというお話をしていきます。これまで立浪監督は数々のメディアへの発言をしてきましたし、キャンプメンバーの1軍2軍の振り分け、このあたりも重要になってきます。では開幕1軍を勝ち取る野手の有力候補を見ていきましょう。まず開幕1軍を勝ち取る野手メンバーを考える上で、前提としてベンチに入れるメンバーは現在26人という制度になっています。そしてセリーグで見ていきますと、開幕投手で1軍に入るメンバーっていうのは9人というのが大体平均的になっています。そうなってくると野手の1軍ベンチ入りのメンバーは大体17人ということが想定されます。そして現在中日ドラゴンズスタメンはほぼ確定してきていますし、ベンチ入りの選手も立浪監督の口から明言されるような感じも出てきました。立浪監督のこれまでの発言をパズルのピースのように当てはめていくと、開幕1軍の野手メンバーが大体見えてくるようになります。では開幕1軍、まずはベンチ入りがほぼ確定の選手から見ていきましょう。まず開幕1軍を勝ち取るメンバーの中に当然ながらスタメンの選手が入ってくるんですけれども、スタメン予想現在はこうなっています。1番センター岡林選手、2番レフト大島選手、3番サードに高橋周平選手、4番ライトに秋野選手、5番ファーストにビシエド選手、6番キャッチャーに木下選手、7番ショートにリューク選手、8番セカンドに田中選手、もしくは村松選手が入るということになってきます。これら9人の選手は開幕1軍に入ってくる可能性が極めて高いという状態でございます。立浪監督の発信でもしかしたらアルモンテ選手がファーストに入るんじゃないかというふうにも言われていますけれども、アルモンテ選手の守備ノックも見る限り結構厳しい状態ではあるかなと思います。なのでビシエド選手に葉っぱをかける意味で立浪監督結構発信していると思うんですけれども、なんだかんだビシエド選手がファーストに入るっていう想定で、外国人枠もそういう使い方で考えて見ていきます。ではキャッチャーのメンバー予想からまずは見ていきましょう。まずキャッチャーのメンバー予想ですけれども、当然ながら正捕手の木下選手は確定的に1軍メンバーに入ると。そして1軍キャンプメンバーに入っていて、千葉ロッテマリーンズからトレードで獲得した加藤捕手も今のところは2番手捕手として1軍に入る可能性は極めて高いと思います。そしてもう1人ですよね、3人おそらくキャッチャーはベンチに入る可能性が高いと思いますから、候補の選手が3人目の捕手が2人です。まずはキャッチャーへの再転向が決まった郡司選手ですね。キャッチャーに再転向させるということは、当然ながら1軍で使う可能性も十分あるということになります。そして1軍キャンプに高卒の新人の山浅選手も入ってきています。シートバッティングでもツーベースヒットを打つなどアピールしていますと。なので1軍に入ってくる可能性もゼロではないのかなと。石橋選手が現在リハビリ中で、開幕メンバー入ってくるのは少し厳しい状態で、おそらく3番手のキャッチャーは郡司選手と山浅選手で争うということになるでしょう。では内野手のメンバー予想を見ていきます。続いて内野手のメンバー予想です。ビシエド選手、高橋周平選手、リューク選手はおそらくスタメンとして確定してくるでしょう。ビシエド選手は外国人枠の争いもありますけれども、守備というところを考えれば、いろんな考え方あっても結局ビシエド選手がファーストに落ち着いてくると思います。そして二塁手のレギュラー争いをする選手、村松選手と田中選手も首脳陣の評価がものすごく高いですし、どちらがスタメンを取るのかという状況ですから、この二人の選手も開幕1軍入ってくるでしょう。もし村松選手が最初例えばスタメンで出たとしても、田中選手の方が調子が良さそうとなればスタメンで田中選手が出ていくと、で村松選手がバックアップに回ると、この二人の選手で回していく可能性が高いと思います。ただファーストのバックアップの選手がいない状態っていうのはかなり厳しいですし、ファーストの練習をノックでもしている溝脇選手がベンチ兼代打要員、そして守備要員として入ってくることもほぼ間違いないのかなと思っています。そしてサードを守れる選手っていうのがやっぱりもう一人必要になってくるかなと。高橋周平選手はダイソーも出したいときあると思いますし、そういった意味でバックアップの選手がもう一人必要なのかなと思います。では外野手の予想メンバー見ていきましょう。外野手の予想メンバーを見ていきます。岡林選手、秋野選手、大島選手の3人はもうスタメンで出場する可能性が極めて高い状態で、ベンチメンバー当然入ってきますと。立浪監督は代打、守備固め、そして代走の3つの要因として後藤選手と加藤翔平選手の名前をよく挙げています。代打の切り札という考え方だけでなく、代走から入って守備に入るとか、
代打で入ってからそのまま守備に入っていく、まあ、そういった使い方ができる選手が重要という話がありまして、後藤選手と加藤翔平選手の打力の強化というところも課題に挙げていますから、まあ、おそらくこの2人の選手は入ってくるでしょう。そして鵜飼選手も立浪監督の評価がものすごく高い選手で、特にバッティングで長打力という部分が期待されていて、代打要員の一人としても考えられます。そうなってくると一枠余った枠が出てきますので、この枠を若手選手を中心に争っていくようなイメージになるでしょう。では当落線上の内野手について見ていきます。開幕一軍入れるか入れないか、かなりギリギリの選手を見ていきます。ビシエド選手、高橋周平選手、リューク選手、村松選手、田中選手、溝脇選手、これらの選手は高確率で開幕1軍を勝ち取ると。内野手の控えの選手がもうこの時点で3人入ってきますから、内野の枠としてはもう一枠になると思います。このメンバー見ていくと、やっぱりサードのバックアップの選手っていうのは間違いなく1人いた方がいいのかなと、加えて代打の選手っていうのももう1人いた方がいいかなと思います。やっぱり俊足高打型の選手が多いですから、そうなってくると代打としては少し弱いかなと、そういったところを考えると、新人でサードで打力の高い福永選手、あとはダイソーができる高松選手っていうのも候補の一人には上がってきます。あとはオールマイティに守備守れる堂上選手が一人いるとベンチとしては安心と、この3人あたりが候補になってくるとは思います。では当落線上の外野手を見ていきましょう。ベンチ入れるか入れないかギリギリのラインの外野手を見ていきます。岡林選手、アキーノ選手、大島選手、鵜飼選手、加藤翔平選手、後藤選手は、おそらく開幕1軍入ってくるんじゃないかと。そして立浪監督は全体的にオールマイティな控えの選手っていうのを評価する傾向にあります。例えば加藤選手とか後藤選手とかですね、代打だけとか走塁だけっていうよりは代打もできて守備も走塁もできるっていう選手が結構立浪監督としては嬉しい選手だと。そうなってくると候補としては三好選手ですね。パンチ力があって守備や走塁も期待できますし、肩も評価できる選手でございます。まあ、ただ一方で長打力のある選手っていうのも中日ドラゴンズ重要なポイントになってきまして、細川選手も立浪監督の評価がとても高いです。キャンプの第一クールの MVP にも指名していました。あとは高松選手は内野でも考えていますけれども、外野も守れる選手ですし、ダイソーもできるということで、このあたりも期待できる選手です。では中日ドラゴンズの開幕1軍ベンチ入りメンバー総合的に見ていきましょう。中日ドラゴンズの現時点での1軍開幕ベンチ入りメンバー、こういった形になるのではないでしょうか。キャッチャーが木下選手、加藤選手、そして山浅選手も候補ではあるんですけれども、やっぱり経験がある程度ある郡司選手が入ってくると。そして内野手はビシエド選手、田中選手、村松選手、高橋周平選手、リューク選手、溝脇選手に加えて、サードもできて代打も期待できる福永選手。外野手は大島選手、岡林選手、アキーノ選手、鵜飼選手、加藤翔平選手、後藤選手、そしてシートバッティングでもかなりアピールしている三好選手が入ってくるのかなというふうに思います。ギリギリどうしても入ってこれなかったのが高松選手と細川選手、堂上選手、このあたりの選手はギリギリ枠としては入ってこれないのかなっていうような印象でございます。以上です。